えー、いさん、まあ、YouTube ひげのちはげも40回過ぎて、うん、登録者数とか視聴回数の伸びに関して今後どういうふうに展開していくのがいいのかちょっといろいろ検証したりしてるやん。うん、でまあええー、年になってきて、うん、メインの仕事とかのことを考えるとなかなか。 YouTube にウェイト置くの難しいから、うん、楽しんでやっていくっていうのが当初からの考えやねんけど、うん、この前、嫁さんとテレビのニュース見てたら、うん、某タレントさんが写真集出す記者会見やってて、で、そのタレントさん以前ちょっと脅迫まがいなことで問題になったのね。ああ、あの方ね。うんうん、ああ、あの方。うん、で、いろんな人から問題になった時に謝罪会見もせえへんのに、 こういうい時は記者会見すんねやって言われてたみたいでうん、うん、そんなこんなで SNS とか YouTube の登録者数が減ったような話が出てたのよでそれを見ながら嫁さんが「うん、それでもヒゲのちハゲより登録者数多いんでしょ?」って言うから「言 <laughs> いた<な>い <laughs> <laughs> てか「比べる土俵とちゃうねんけど」って言ったんやうん、うん、そしたら嫁さんが「 でののちは伸びないんだろうねってて質問しきたでもまあいい機会やから嫁さんにもヒゲのちはげの展開聞いてもらおうと思ってヒゲハゲは週1回ゆっくり更新で基本は楽しみながらやってんねん。でも何が伸び悩んでるかは検証してて多分ヒゲハゲは若い子たちのニーズに合ってないんかもしれへんな。でも 継続していかんとって喋ってたら、うん、ちょっとテレビ聞こえないから静かにしてって言われた。<laughs> <laughs> <laughs> なるほどね。そこだね。多分伸び悩むところはね。実際のトークまで聞いてもらわれへんかった。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、楽しもう。うん <laughs> というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他か、ヒゲノヨリアス、ハゲの H の SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。